コー長政明治4年5月1日は、江戸時代末期の藍津藩の家老、茅野町治の次男。母は谷。誕生日は一時資料に記載なく、少年は没年と年齢から逆算したものである。父の茅野町治が、藍津戦争の全責任を負って自陣したために、加盟断絶となり、長男は茅野家を家督相続するが次男以下は国へ改正した。 三男の監視郎及び、藍津藩士の柴田一郎の証言によれば軍は、先祖の姓であり、藍津茅野家初代の長則の母親が、高家出身。母方の姓との説は、初代長則のが欠落して伝承されたもので、藍津藩士に、軍家は存在せず、長政の母親は、一之瀬家出身。文武両道二で、他の藍津藩の指定7名と、明治3年に、 豊津藩校育徳館に留学した。翌年の明治4年5月1日に知人したが、原因は不明であり、食料事情を母親に奉然とした手紙あるいは、母親からの返事が習得されたとの説があるが、後世の狭間助行の創作である。墓所は、高塚墓地並びに、父の眠る藍津若松市の天明寺。明日は、豊津の墓には5月昨日と刻まれており、それが、 遺族に伝えられた段階で5月18日になっている。残る写真は明治3年に横浜のフェリーチェベアとの写真館にて撮影したコロジー音質版写真であり、ガラス原版は現存。ありがとうございます。